その動画は前年度の準決勝、天の江放課と式東屋の試合になります。お互い早すぎるわね。映像だから私も目で追えないわよ。基本的に東屋さんが放課さんの攻撃を回避したり受け流しています。私から見てですけど、東屋さんは攻撃力が高いのでそっちに目が行きやすいですけど、得意分野はおそらく守備ですね。鮮度の高い守備からの効果力の攻撃、それが東屋さんのお箱なんでしょうね。私の原始支配と裏の力技でどうにかできないものかな。映像の中の放課さんが証明してくれているでしょう。無理です。そもそもせっかちゃんの最大攻撃力や最大速度は放課さんより下です。そっかー、どこか抜け穴はないかな。せっかちゃんの攻撃で無理ならカウンター狙いで行くしかないでしょうね。反射神経と勘に頼る戦いになりますけど、せっかちゃんの得意分野なので問題ないですよね。まあ、これぐらいですかね。かなり近いわね。間違えたら中止そうなくらいじゃない。この距離で私の攻撃を回避してカウンターをしてください。明日までには私の攻撃スピードには慣れてもらいますよ。さてと、私に単価切ったのですから、負けました。で終わるなんて許しませんよ。せっかちゃん。死亡フラグ来たわー。もう何度も攻撃を受けた。次の回復までのタイミングまでしのげば反撃をすることができる。せっかもよく耐えるな。東屋さんの攻撃が開始して10秒。俺は何をしてるか全然わかんねえけど。せっかちゃんには自動回復があるからそれを待ってるのかも。そこまでしのげば状況を戻すことはできるわけだし。でもお父さんとのあれだけの至近距離戦でしのぐなんて。多分姉妹全員無理かも。東屋さんの攻撃スピードと威力はあのまま進化したロカちゃんですら反応できずに一撃で沈めるほどの火力。一撃耐えれるだけでも世界屈指ですよ、せっかちゃん。さあ、インプットは完了しましたか。理解すれば対応できない攻撃じゃないはずですよ。何せあなたは私の攻撃を受けてきたのですから。せっかね、俺の攻撃を完全とは言えないが、この至近距離で受け流している。メリアさんからたたたしハードな訓練を受けてきたんだろう。これがせっかの武器だろう。守りばかりでは勝利なんて不可能だぞ。オッケー、もうさすがにわかった。治るまでの時間稼ぎ、ここさえしのげば少しでも流れをつかめるんだ。なんかの、ものではなく逃げの一手、メリアさんから教わらなかったか。窮地に陥った場面で逃げる行為は最も相手に逆らえやすい行動。今せっかが俺から離れて時間稼ぎをしたいって思ってなくても、この試合を見ている人全員がいてもあからさまだ。だから同じようにして形勢を整えたいってところだろう。やすやすと思い通りのことをさせるか思ったか。暴力隊は、そんなの私にはつかないわよ。現地支配がそれを無効化するんだから。自分の技を不完全な状態で放って私にぶつかる前に爆発させたのか。放火もそうだったが、技の扱い方が上手いものだな。力なき者ゆえの知恵か。本来とは違う使い方だが、使い方次第では本来の使い方以上の効果を発揮できる場面がある。固定概念にとらわれない技の使用に関しては私も学ぶところがある。あの場面だと石化に当てたら消滅する。だからその前に効果を発揮すれば石化ですらどうしようもできない。別に石化自身が能力を打ち消してるわけじゃないからね。能力が勝手に消してるだけ。それは時に強力だけど、時に自分の首を絞める。石化にとってはある意味扱いにくい効果だよ。嫌な距離感、お父さんにとってはワンテンポで私のところに届く距離。だけどもう速度はある程度理解した。次はかわす。感覚であと30秒。絶望的だけどここは絶対に乗り越える。とでも考えてるのか、せっか。言っておいてやるよ。俺が今出してる力は。50% だ。ダウン、石塚選手、東屋選手の迅速な攻撃に反応できずにもろに一撃。これは立ち上がれない。せっか、もう少し粘っていればチャンスがあったのに。せっかちゃんのやりたいこと全部見透かされてるんだから、お父さんは絶対にそんな展開を許さないよ。情けでもそんな展開は絶対に作らない。せっかちゃん。せっかちゃん相手に半分の力と能力に使用で倒しますか。東屋さん、あなたはご主人とせっかちゃんの実力は五分、ほぼ同格。戦闘に特化したせっかちゃんがここまで手を足も出ないなら、今のご主人では勝つのは不可能。小手先の努力や作戦でどうにかなる次元ではありませんね。ネルがバハートさんから奪った赤の力のオーブ。ネルはパワーアップを見込めるけど、今やっと身につけたオーラコントロールができなくなるって言ってましたね。1と出るか、2と出るか、ですがもうやらないという選択はありえない。ネルもそれは理解しているはず。せっか。主様、帰るぞ。はっきり力量差を理解した。待ってくれ、まだせっかの試合は終わってないんだ。無意味だ、主様よ。ここからどれだけせっかが立ち上がっても東屋には勝てない。奇跡とかそんなレベルじゃない。積んでいるんだ。ふざけんな、終わってないのに勝手に決めつけんな。それに奇跡はきっとある。
ならば主様よ、もし主様にオーラ技術がなかったら、天の栄アーランに勝てていたのか。私は不可能だと思う。あの速度、あの火力、視界にとらわれない探知能力、自身の気配やオーラの無駄遣いを減らし、オーラの維持率もオーラ技術なしではなし得ないからな。それは、今の主様ではどれだけオーラを鍛えても届かない。なら荒用事だが短期間の莫大な成長というハイリターンのために今からハイリスクを負わなければならない。今そこまで主様は追い詰められているのを理解するのだな。私は先に宿に戻る。主様はミエル連れて早く戻ってくるんだな。あさって今日の石化と同じ敗北をしたくなければな。おい、待てよ、ネル。おいパパ。石化はまだ終わってない。俺は最後まで石化の勇姿を見届ける。自分のことも大事だけど、それ以上に石化も大事なんだ。うん、私も石化ちゃんがこのまま終わらないって信じてる。おかしいな、死んでないし、気を失ってもないし。とりあえず少々時間がかかりましたが考慮します。待て、カナメ、石化が倒れてから何秒経った？だいたい25秒くらいじゃないか。まだだ、まだ石化は終わってない。随分ゴールまでの間が長かったな。司会者は何をそんなに時間をかけたんだ。石化はもうオーラの気配すらもないのに。3、2、1。いくらお父さんでも、昴生、お目の当たりにしたことはなかったのかしらね。おかげで気絶してると勘違いして死体蹴りされなくて助かったわ。勝つためなら、お父さんの誠意すらも利用する。汚いと言われ、泥水をすすってもいい。かっこいい勝利なんていらない。醜くても哀れでも、勝てば官軍。さて、逆転させてもらうわよ。理想の勝利に夢見るバカどもに泥臭い勝利を見せてやる。そう、せっかくね、わざとあの流れに持っていったのか。それはそうだ、世界公開のこの戦いで親である俺が倒れてる娘に対してとどめなんてさせやしない。チェーンもおそらく普通に意識がある状態で捨てている石化を見ていたからゴールをためらったのか。俺もまだ甘い。さすがだ、やり方は少々気に入らないが、確かにあの場では最善だった。だが次はない。次はしっかりとどめを刺す。真剣勝負に文句を言う奴がいたら俺が後から世界の果てまで行ってでも黙らせる。この野郎、いちいち視聴者側の生徒を向けないでよ。別に何も言ってないでしょうに。さあ、石化選手の再度傷を治して東野選手に挑む。次は東野選手に食らいつくことができるのでしょうか。聞いたわよ、50% なんだってね。お父さん強い。私はお父さんに勝てない。だからそのまま 50% のままでいて、その方が殺しやすい。世界が飲みにくくなったが逆に捉えれないほどじゃない。私だって同じ手を何度もするほどバカじゃない。私の剣で片腕埋まったわね、お父さん。いや待て、それもそうだが俺の攻撃をこんな至近距離で。せっか、まさかお前、最初っからこれを狙っていたのか。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。